はい、横さん、はい、フェスティバルゴルフです。はい、PR 動画でございます、はい、さあちょっとねドライバーを見に行きましょう、うん、まあ、ドライバーだいたいできりましたか、新製品。そうね、うん、もう MAX10K も出てるし、うん、AI スモークも出てるし、うん、ネクスチェンも出てるし、てるこのコブラのほら黒いやつね、まだ横さん打てないね。そうそう、打ってないんだよこれ。これを打たなきゃいかんよな、でもな、うん、あんだけシニアで流行ってんだから、うん、でどれ打てばいいのって話なんだけど、やっぱ横さんはまず LS からじゃないですか。 LS ってのがないのかな、一番のあれプロ向きのやつなの、うん、あ、LS っていうのがないのかな。え、ほら、あるよ、LS っていうの。本当だ。X が真ん中で、MAX が一番捕まりよくて高く上がって。本当だ。肝心の LS が売れてもうてるな。売れちゃってますね。ダメだこりゃ。売れちゃってんすよ。じゃあ、そこの検索コーナー行かなきゃダメだ、うん、コンピューターの。あれ、中古クラブ以外も検索かけれるのかな。ああ、そっか。どのフの新しいの。もう最近もオノフ好きになってきてんだよな、うん、マジ打ってみてえな。あのん、びっくりしましたね、あのアトムが買ったよって言ったら、えって送ったもんだと思ってましたみたいな。そんなアトムも病気から復活して刀剣でね、うん、何アンダー出すとかすごい活躍してますね、うん、よくなってきたね、うん、あ、やっぱいいなオノフは。ドライバー探すせんのスプーン見ちゃったけど、これ私スプーン、うん、ゲタバキね、ちょいゲタバキの。もうちょいオノフ小ぶりなヘッドもあんの、ドライバーあるんですか。いや、分かんない、あんのかな、分かんない。もうちょい小ぶりがいいな、コブラじゃなくて。はい、あ、小ぶりがいいです。小ぶりがいいです。はい、あ、で、BS ダジャレの師匠、森田さん。森田さんおっつってブリヂストンもね、一時ちょっとフェース面おかしかったけど、良くなってきた。見やすいね、こうやってね、ストレート、高弾道、強弾道、うん、あ、吉田優里ちゃんこれなんだ。やっぱそうやって活躍してるクラブみたいな。本当ブリヂストンあれになった、だいぶ良くなってる。ちょっとね一時あんまり良くなかったから。これはどうなの、タイトリストは。やっぱり いいんじゃないですか。 PGA でも活躍してます。構えてみな。なんかでも個体差ちょっとあるのかな、うん、分かんないでしょ、うん、なんかやっぱ個体差はちょっとあると思いますよ。同じ同じロフトで同じ。あ、個体差あるね、うん、これのがまだ全然いいね、うん、本当だ、個体差だね、うん、ゴルフクラブっていうのは難しいです、どうしても個体差が生まれますね。そうそう、鉄心夢中武藤、あ、武藤優勝したからな、うん、優勝した人のクラブは見てみたいね。あと古代もよ。古代ね、いきなりそうだ、うん、開幕古代がすごい飛んでるからね。ああ、そうなんだ、うん、
どうして？たっちゃん。どうしたの？だって夢中も飛んでるってことはやっぱり水野のドライバーが良くなってる？飛ぶんじゃないですか。この鉄心いいんじゃないですか。鉄心？鉄心、グンと押してくれるっていう。このシリコンみたいなやつがね、このシリコンの中に鉄が入ってて、はい、ドンってこれがボールに当たって減速した時もこいつが前に進み続けるから押すらしい。なるほど。さあ点形結局どうだったんですか。点形はもう全然ダメ。飛ばないんですか。もう良くも悪くも曲がんないとかポカーンって飛んでいくから、うん、俺はだからこれとは真逆だったわ。あのちゃんと締まったヘッドを LS 使わなきゃいけない、うん、だから一番俺こういうのじゃなくて、だでも分かった、これを使ってみてこっちや俺は。あ、対局行ってみてよかったってこと。そう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 、それ系があんまり好きじゃない俺は。でもなんか僕みたいなプロじゃない人が使う分にはいいのかな。そう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 、逆にいいかも分かんない。 あと球上がんない人、うん、これはどっちかっていうとこういきなりボーンって上がるの好きじゃないから、うん、プーンって低く出てほしいから、うん、特に横下球上がりやすいもんね。そうだからパラダイムのトリプルダイヤ、うん、エアスモークとかみたいにグンって、最初のトリプルダイヤみたいにグンって低くいってくれるのが好きなの、うん、押し込み系、これ押し込まない全く、うん、パン高く上がる。なんかなんだろう、こう先の締まったシャフトに変えたりとか工夫したらどうなるんだろう。まあ球が、うん、そうなんだろうね、うん、でもいいよ、アマチュアの人にはおすすめだけど俺は違った、うん、っていうとどれなのこれ。 430LST とか LST になっちゃうんですよね。これを使えばよかったんだな。そうだ、急いで売ってこれを買い替えよう、これに。はい、そうだ、多分中古も出てると思いますので、はい、あの持ち出しが少なくあの買い替えができると思いますよ。そうやね、はい、OK 買い替え大事。買い替え大事。買い替え大事。ほらだって中古出てるもん。ほら。そう。あのグラフを見せてあげたいね。新作買って今家にある人は。うん、1年で 40% 下がる。下がるから、ね。大急ぎで売りに来たわけですよ。うん、やば。ともきに連絡しなきゃ。あ、ありました。当店の在庫に。あった。はい。LST の。この人も天ぷらしすぎだしヒールに当てるすぎだし、これ、うん、ダメだ、 10.5 だ、これロフトなさすぎる。まあ、でも値段はねやっぱ 20-30% 安く買えますからね、うん、お、LST の 10.5 にしよう。あ、10.5 にしますか、うん、この人相当測ってますね。そう、この人は測ってる測ってるけど天ぷらしてるだから売ったんですね。そうだな、ちょっと使えなかったですね、うん、そう、LST だ、俺は、うん、違うんだ。わ、さっきあのユーティリティで意外といいぞってなった笹生、うん、笹生うん、いいね、やっぱり、うん、でもさ、ん？これ多分クラブ配る用のクラブですよ、これ。あ、初めてゴルフする人はクラブ1本プレゼントしてくれますからね。そう、本当にね、はい、これあれでしょ、部下に持ってってもいいんじゃない。いや、ポイントカード作ってもらわなきゃいけない、やっぱ本人来なきゃいけないですね。あ、そうなのか、はい、なのでぜひ連れてきてやってほしいですね。そうか、まず1本もらいに行くべっつって。なるほど、うん、うん、カード作るだけだからっつって、うん、ぜひ
ゴルフ始めるのに最高ですから。なんかちょうどいいわ、軽くて、うん、レディース、メンズ、ジュニア用全部あるみたいです。本当だ、うん、本当だ、うん、お、ちびっこもいいよ、これちびっこもね、まずセットあれだっていう時はそう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 、てね、最初に1本あれしすりゃいいんだから、うん、ゲロンディ長尺、めっちゃ顎、顎、うん、いい顎、うん、でテーラーは結局ヨコさんはもう、ん、いやテーラーちょっとやってみなきゃなと思ってんだよ、うん、テーラー、あれテーラーの新品ないの、キワイテン、そっちになかったでしょキワイテン中古出てない、中古出てれば一番いいんだけど本当ね、バーディネットで検索かけないとですね、ね、え、バーディネットって一般にもあるわけ、どこのお店にもありますよ、そう、これ良かったんだよ、 BB4、うん、これね、すごくいい、うん、ネクスジェンデザインした人ってこれデザインした人じゃなかったかな、あ、そうなの、うん、これこれ、これすごい、このモデルすごいよ、ここが一緒だから、一緒らしいですよ、ここが、あ、そうなの、うん、違うのかな、一緒なのか、これすごくいいよ、うん、面がいいし昭和の体育会系ですか、令和に、あ、水上さんモデルが、これそうですよね、うんうん、でもキュートだよね、うん、水上さんキュート初代、ああ、マイコンになった、迷子になったら一回試すのはありですね、うん、これでも俺にはロフトが寝すぎてるわ、寝すぎてる、ああ球上がんない人にはいいかも、なんか宇宙服みたいなドライバー、何これ、ベレスだ、宇宙服みたいなドライバーってどういうこと、え、なんか宇宙服みたいな、お前ベレス、すごいな、これ宇宙から来ました、カーボンクラウン、ほんまってあれなんだ、これほんまなんだ、この NX って、うん、新しいブランドですよね、ベレス NX、 またベレスって復活したの、はい、そうです、ベレスって横さんが作ったんですか、違う違う、俺契約した時にベレスだった、あ、お、面良くなったじゃん、ほんま、あれ、お、分かったかな、ついに、ほんまね、ドライバーだけがね、あれだったの、うん、ちょっと最後の最後まで面を理解、うん、理解はしてるんだけど作れなかったんだけど、あれあれ良くなってる、あれ良くなったじゃん、ちょっと男子の方撤退しちゃったもんで、なかなかね、うん、新しいものに触れる機会が少なかったですね、ちょっと試す価値ありですか、全然あるよ、これ弾きよかったら面は最高よ、安いですよ、見てみ、面がいいですねお、いいですね、お、出ましたね、出たでしょ出ましたね、出たでしょ、うん、面、あ、すごい、面出たよ、とうとうできた、うん、ほんま、いいじゃん、でまたこれ、このカチャカチャのシステムがあの、うん、パーシモンのかましのシステムで、うんうん、いろんなところにできるのがいいですよね、あ、微妙に微妙にずらせる、おいや、これはほんまやったね、やりましたね、あ、最近ほんまのドライバー見てなかった、うん、おとなしくしてると思ったら、うん、
さすが諏訪さん、元気かな、久しく会ってないねえ、うん、遊びに行ったらいるのかな、どうなんだろうか、うん、はい、ちょっと急相手の中古マジでないんじゃないですか、こっちはゼクシオだもんな、あった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 、でもやっぱ新品しかないです、ということはみんないいってことだな、まだ手放してないってこと、手放したくないってこと、どれが良かったんだっけこの間いや、あの意に反して結果が良かったのがこの一番優しい、ま、優しいモデル、本来であれば横さんと LS になりそうな気もするけど、うん、意に反してっていうのも良くないですけどねこれが LS です、うん、いや、うん、あれはあ LS が、あここが LS の9かな 10.5 かな今、あすいません、もうダメだこんなロフトが立ってんの、よし、オッケー、うん、どれ頼みます、あれ何この L… あこうなってる、 LS はそこについてる、マックスじゃなくて普通のやつは何もついてる、コリンがこっち、コリンが普通のやつ、あ普通もあるんだっけ、そう普通と LS があるんだっけ、普通と LS とマックス、あコリンは普通、コリンは普通、普通がいいかな、いや本当ね、だいぶ俺この QI10 になってからすごいなんか向きが良くなった、向きとあと何このフェース面のこの輪郭が良くなったからさ、ね、まあちょっとやんなきゃね、はい、うん、ようさんちょっとグリーン周りの悩みスカッと解決、うん、本当スカッとが、スカッとがスカッと解決60度ありますよ、あでもいいよこのジェイズっぽい、これもあれかな桑原さんかな、どうなんだろうかこれ、ちょっとバンスありめの60度の、いやでもグースバンスないでしょ、いいですねこれね、うん、いいよね思いのほか、うん、これスカッとするんじゃないですかこれ、ちょっと見して。これジェイズっぽいじゃん、うん、動きが、うん、ありありだね、うん、スカッとスカッと、はいはい、ということで今日もあれゴルフフェスティバルからお送りしました、はい、うん、AI のとこにあるの楽しかったですね、はい、はい、ということで、まあ、あの浜松商店もね、うん、あのできたので、うん、ぜひそちらの方も遊びに行ってもらいたいと思います、はい、はい。